と待ってる。来ましたか。あ、行けたっぽい。復活。よかったです。もうこんな時間に配信できるようにはなったんですけど、全然ケイトの中では何も変わった気がしないので、全然今も全然平気で眠いんですけど、この時間だったらもうすでに、そう睡魔は来てるんですけど、1日で一番この時間と5時ぐらい、夕方5時ぐらいと、1時5時10時ぐらいが一番眠くないですか。そんなことないか。そんなこともない。そう、お昼ご飯食べた後とか眠くなるけど、今日は大丈夫です。今日は多分大丈夫。そうなんです。確かに午後もほとんど眠たい。寝落ちは多分大丈夫だと思う。さすがにこれやりながら寝てたらやばいでしょ。怖いですよね。目覚めたら急に目の前にカメラあって、えっ、なん全然記憶ないのに配信されてたらね。まあでもそんな深夜に配信、深夜でもないですか。深夜でもないか、ちょっといつもよりちょっと夜なだけかなんですけど、そう、何題急に何題ってことですよね。こんな時間になんだってことだった思うんですけど、皆さんここ見えますか。5月の22日に NMB48 の新曲、これが愛なのかが発売されるわけなんですけれども、そのすごい初めて聞いたみたいな感じでリアクションしていただいて。そうなんです。でそれが今イベントのね、いろいろ受付をしてる期間で、もう4時まで行ってるんですけど、受付をしてるわけなんですよ。握手会と個別シャム会シャメ会プラス肩たたきと、あとオンラインお話し会と。でそう、今日の12時からまたお昼の12時から受付が始まってて、明日の12時までまたあるって感じなんですけど、受付がお昼12時までね、今日のお昼12時から明日のお昼12時までなんですけど、そう、なんとありがたいことに満員のところも満員の部もあるみたいで、すごい嬉しいです。皆さんありがとうございます。いっぱい会いに来てくださったり、オンラインで来てくださったり、参加してくださったり、本当にありがとうございます。この間からもね、結構ちょくちょくなんかイベントだったりとか、公演のお見送り会とかでも握手会とかイベント行くよって
言ってくださってる方もいらっしゃったりして、まあ申し込んでから会えてないよって方もいるかもしれないですけど、でもねコメントとかでも行くよって言ってくださってる方もいらっしゃって、おかげで本当にたくさんね満員の部も出てるんですけど、本当にありがとうございます。嬉しいです、皆さんといっぱい話せると思うとめちゃめちゃ嬉しいんですけど、まだまだ頑張るぜっていうことでそう頑張るぜっていうか、まあこれは正直ね握手会とかお話し会とかってそうなんかケットが何かできることってなかなか少なくて、皆さんにもお願いするばっかりになっちゃうんですけど、でもちょっとでもあの皆さんが参加してみたいなって思えるようにと思って、どうしようって思ったんですけどどうしようって思ったんですけどとか言って、そうでなんか結構こう今までやったらコスプレをしてるとかなんかみんないろいろ衣装じゃないか私服コスプレとかをしてみたりとかしてる子が多かったと思うんですけど、そういうのをしてみようかなって思った時もあったんですけど、だけどなんかやっぱ違うことしたいなって思ってて、でずっと何がいいんやろって、でも違うことって難しいなって思って、何やったら楽しくできるかなって思って、しかもそうどう別にあの服を決めたりするのが悪いとかそんなん全くなくて、そのコスプレがどうとかそういうのはないんだけど、そうでどうしようかなって思った時にケイトは握手会とか、まあ、お話し会とかでもっとファンの皆さんとの絆を深めたいって思ったんですよ。せっかく1対1でお話しできる機会なので皆さんの時間もいただいてお話しするわけなんで、その時間でなんか皆さんと絆を深められるようなことがないかなって考えたわけですよ。めっちゃ一人でずらずら喋ってるけど伝わってますかね、いけますか。そうで前でケットがやろうって思いついたのがございます一個思いついた企画がございます。題してケットのファンの方のプロフィールを作ろう、プロフィール帳を作っちゃおうっていうことでそれを思い立ったんですけど、まあどういうことかと言いますと、皆さんのことをもっと知りたいと思って、一人一人私のことは結構ケイトのことはいつも公演出たりとかこうねいろいろなんかメディアに出させてもらったりとか SNS があったりとかいろいろ配信があったりとか、ケイトのことを皆さんに見ていただく機会ってあるけど、皆さんのことを逆にもっと知れる機会ってなかなかないなって思ったので、なんか皆さんのプロフィール帳みたいなを作れたらいいなって思って、でそのプロフィール帳を作った上で作ったらケイトも皆さんのあのお顔と名前も一致しやすいし、それを残せるしものにこうプロフィール帳として残せるし、そうだからもっと皆さんのことも知れるかなって思って、だから皆さんのまあやりたくないよって方は全然強制じゃないからいいけど、そうプロフィール帳を作れたらいいなって思って、だからなんか質問攻めじゃないけど皆さんのなんか好きなことだったりとかなんかいろいろそうニックネームももちろんやし、ニックネームとか言いたくないことは一個も言わんでよくて、本当にケイトと共有してくれるよっていう情報だけを
つをもらって、でケイトはこっちでプロフィール帳にして、だから全然あの何あの出身地はいいけど、なんかお住まいとかお仕事とかそんなん聞かれたくないよっていうようなことは聞かないので、もう本当に皆さんがこれは共有してもいいよって思える情報だけ、なんかケイトとお話しする時にこういうことで話せたらいいなとかいうのがあったら、なんかそういう皆さんのなんか趣味とかがあったりしても、ケイトも勉強したいなとか思うし、皆さんのことをもっと知るためにも、あこの方これが好きなんやと思ったら、そのなんかねそういう本とか読んでみたりとかもできるからやってみたいなって思うんですけど、いかがでしょうか。あただこれがあの握手会ではちょっと厳しいので、オンライン限定にはなるんですけど、握手会で書きながらっていうのはちょっと、握手会と写メ会ではちょっと趣旨がずれちゃうというか、せっかく会えるのにってなっちゃうから、オンラインだけでケイトがこのこういう感じでオンラインになるので、ここでカチャ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 って書いて、でそれをこうまあその場でお見せすることもするし、そうちょっとだからリアルイベントはできないんですけど、そうちょっとせっかく握手会やのにさ、こうケイトがずっとこうやってやってたらちょっと嫌じゃないですか分からんけど、そっちがいいって方もいるかもしれんけど、そうだからできたらって思うんですけど、そうあ確かにケイト取り調べ室やある意味ケイト取り調べ室ですね。そんな感じでやってみたいなって思いますね。ファンの方のことももっと知れたらなって思うしっていう感じなんですけど、どれぐらい撮ったら間に合うかなって言ってくださってるんですけど、どうなんだろう。ケイトの方ではでもその書いてばっかりで喋られへんっていうことはないようにしたいなって思うので、だからなんかまあメモ程度でそのリアルタイムの時間を取って、で後々書き直してちゃんとプロフィール帳みたいにするか、まあそこはちょっとまだ考え中なんですけど、でもそのこうオンラインやってる間にもうこっち書くのに必死になってっていうのはやめようっていうかしないようにと思ってるから、だからそうこうやって聞きあなるほどって感じでこうやって喋りながら下で書いて後々完成するとか、だからあれかな、2部撮ってくれたりしたら次の部でお見せするとかはできるかもしれんけどそうね、どういうのがいいですか。でもそうだから今日はそういうののなんかどういう質問なら受け付けるよっていうのとか、どういう感じで進めていったらいいかなっていうのをちょっと皆さんにお聞きしたくて、そう日程はね特に指定はしないでおこうと思ってて、それもケイトがこれを4時で言ってしまったもんやから1時の時から言ってたらそれに合わせて取れたりもしたかもしれんけど、ちょっと文章で説明するのが難しくて、そうだからどうしてもこう配信の時とかに言いたいなと思ってたんですけど、なかなかこの受付期間中に配信できる日程を取れなくて、だから日程してはもう買ってくださってる方とか
いらっしゃると思うので、そうしないでおこうかなって思うんですけど、タワータワー一つ二つみつさんありがとうございますちょっとごめんなさいね、前回昨日か昨日あのタワーが立ったらケイトはこれするっていうのをやったんで、初めて見た時、初めて見た方はちょっとびっくりするかもしれないんですけど、はい、あの正常なんで大何ですか、通常か、通常なんで大丈夫です心配しないでください、急におかしくなったわけじゃないんでね。ほんで何でしたっけそうそうですごめんなさい、ちょっとうるさかったかも、イヤホンしてる方は失礼しました。何の話してたっけ、おめあ、そう、日程は指定しひんけど、どうしたらいいかな、まずそこ、そのプロフィールのやつ参加してくれるよって方はなんかマークつけるってするのか、それともどういうのがいいやろ、どういうのがやりやすいですかね。やらないよ、やらない方がマークつけるのは難しいか、名前に書く、確かにそれいいですね、このポーズつける名前に反映されるのかな、これオンラインお話し会で。反映されますか、どうなんやろ、やったことある方いらっしゃいますかね。無理か、絵文字ってつけられへんのか、文字だけか、あ、これいいや、確かに取り調べ取り調べ室、取り調べ、なんだろう、取り調べされますとあ、これでいい、取り調べ OK でにしようか、確かにな、でそのやってくれるよって方には取り調べ、取り調べ OK って打つの大変、何が打ちやすいんやろ、アットマーク取り調べ、取り調べ OK、 アットマークが使いやすい、取り調べじゃ、ハッシュタグ、アットマーク、ハッシュタグ、ハッシュタグの方がつきやすいんですかね。皆さん何でやってんねん、スマホとかやったらハッシュタグとかの方がつきやすい、あ、そっか、文字数制限があるんですね、10文字までしか無理なんか、どうしましょうか10文字やったら名前あんま多くない方がいいか、じゃあ名前プラス取り調べで、まあまたちょっとあの X で改めて書きますけど、名前プラス取り調べをつけるっていうのに一旦してみますね。でそれを取り調べって
書いてくださってる方はあれ、質問 OK よってことで、そう思ってケイトはそう思ってスタンバイしてるので、逆にこの部は別にそんなんしなくて普通に喋りたいっていう時はもう普通になんかニックネームとかいつも通りお名前だけで参加していただいて、なんかちょっとやってみようかなって方は名前プラス取り調べでいきますね。一旦それでいきます。そう、またちょっとどう書くかはあれしますね、 X に書き込みますけど、そうそう、なんか紙とかないかな。改めて書きます。それであとどうしようかな、なんか質問内容とか改めてじゃないやあらかじめ質問内容とか、逆にX とかのリプとかで今日参加するときにその取り調べのやつやりますとか先に言っててくださったら余計ありがたいかも余計ありがたい日本語変やけど、よりありがたい。うん、最初にそのもうこの日の絶対強制ではないけど何日に行きます、取り調べのやつやりますって言ってくださってたらその方だけは先に書いとくことができるので、だから言ってくださってた方は先にあらかじめ書いといてもう用意しておくので、それでいきます。だからもし覚えてたら覚えてたらX のリプで、あ、こんな感じで何日の何部に自首しますみたいな感じで言っていただければ、そうそう、あ、そうですね、名前も言ってくださったらすごい助かります。誰々何日の何部この誰々っていうかこの名前で参加しますみたいな、めっちゃもうめんどくさいやって方は全然いいんですけど、分かってたら助かるかもしれないですね。はいそうですね、あとはあれやね、質問内容ね、ちょっと待ってくださいね、メモ帳あったわ、メモ取ります。に置いてきちゃったメモ帳だけあるっていう、ペンがちょっと皆さん3秒だけ待ってください、ペン取ってきますんで、ちょっとの取ってくればよかった早いでしょ、瞬間移動が使えるんで、嘘です
と、そう、じゃあね、ちょっと質問をあらかじめ何個か、まあちょっとそれじゃないのも聞くっていうか話の流れで出てきたりするかもしれんけど、まあ基本みたいな作っといた方がやりやすいんだね。まあこんな感じかな。まあ一旦こんな感じでここに、まあこうプロフィール帳があったら、ここにこう証明写真みたいな、あ、めっちゃペンにじんじゃった、証明写真みたいな感じでまあ似顔絵描いたりしてみて画力はないんですけどね、ケツの想像で描いたりしてみて、やっぱ顔とお名前を一致させるので大事なんでね。で、まあ、ニックネームをここにバーって書くじゃないですか。そうそう。ほんでですよ。もうこのケート、あ、こんなちっちゃいなんだよ、いかないけど、もっと大きいのを最初にもう大量コピーする予定なんで。そうそう。あらかじめちょっと決めといて。んで、職業趣味最初の推し知ったきっかけ、確かに、あ、知ったきっかけ知りたい、あ、じゃあケイトを好きになってくれたきっかけとか言ってとか言ってそれちょっと個人的に気になるので、もう問答無用で聞かせていただきます。きっかけ、ほんで何がいいかな、あ、確かに、いつから応援してくれてるか、最初の出会いってわけですね。でき、そうですね。どうなんでしょう、何県に住んでるとか聞いたら嫌ですかお住まい、別に細かくは言わなくていいけど、なんかやっぱりよくあるじゃないですか、ライブとかで行ったりして、イベントとかで行かせてもらって、どっから来たんだろうっていう、行ける、まあ嫌やったらあれですよ、やってて嫌やったら無理って言ってくれて秘密って言ってくれたら全然 OK なので、はいはい、 NO って言ってくださいね。詳しくは全然大丈夫なんですけどはい、県、何々県ぐらいで大丈夫です。はい、あ、マイブームとか趣味とか好きなことって言ったら、うん、NMB ですもんね、だって全員だからー
特技とか。特技、特技って難しい。あ、確かに特技ってよりケイトに自慢したいこととかでいいか。なんかあんまりその考えて答える系にはね、ちょっと皆さんに負担をかけたいわけではないから。そう、特技とか難しいですよね。なんかそんな、だから自慢したいこととかでいいかな。そう、でもこれ全然ケイト聞いてるけど、あのこれを聞くか分からんし、全然ちゃうこと聞くかもしれへんし、何ですか、これは逆に何て言うの、皆さんがケットにこれを伝えたいってことを聞きたいですね。だからこれを言いたいなみたいなことあるんですか。ないか別にない。もうケイトの勝手なあれだけでいいのかな。まあでも大体こんな感じのことを聞くとは思うけど深じゃそんな決めきらなくてじゃあ勝手に考えようそうしますね。特に大丈夫そうだから。犬派か猫派か言っときたい出身地とかね。まあそんな感じです。そう、こんな感じでちょめっちゃメモしかしてないけど、こうなんか雰囲気の似顔絵描いて、多分あんまり時間ないからそんなめっちゃ細かくは描かれへんけど、シュ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 ぐらいになっちゃうかもしれないけど、シュ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 で似顔絵を描いて、でニックネーム描いて、まあなんか聞いた質問とか書いて、これがはいあなたのプロフィール帳ですって感じで、これをリストにしていくので、それをまあ取り調べということでやっていこうかなって思います。っていうのをあのケイトの文章力じゃ伝えきれる自信がなかったのでこの配信で確認を取りながら聞きたかったなーっていう、それだけですちょっと語彙力がなさすぎて。そうそうそうね、結構時間ないからね、ペペペペってなっちゃうかもしれないけど、うん、質問も多分1枚とかで来てくださったら何になるやろ。ほんまにお名前とあと1個質問できるかどうかぐらいだと思うので、多分そうですよね1枚で質問1個できたらいい方ぐらいだと思うから、そうなっちゃうと思うので、結構時間はギリギリかもしれないんですけども、まあこれを機にもっと皆さんのことを知れたらいいなって思います。そうかな、ちょっと分かんない、どうなるか分かんないので、これをオンラインでやってるうちになんかちょっと嫌だなとか思ったら、あの全然言ってくださったら考えるので、一回やってみてって感じにはなっちゃうけど、でもせっかくやっぱ今回ダブルセンターにも
選んでいただいたので、なんか皆さんと楽しくしながらも、そう楽しくしながらなんかもっと上を目指せたらなって思うので、ちょっとお試しみたいな感じにはなっちゃうんですけど、やってみれたらいいなって思うし、これがよかったらまたちょっと変えたりしたりとか、違うこともやってみたりとかしてみたらなって思うんですけど、まずやってみようかなっていう感じです。なので皆さん今も受付期間中ですので明日の12時まで一旦受付できますので、ぜひなんかちょっとやってみようかななんて思っちゃったら、来てくださったら嬉しいです。これを機に皆さんのお名前とお顔といろんななんか趣味とか好きなこととかいっぱい知れたらなって思うので、ぜひよろしくお願いします。明日の12時までやってます今これ配信終わって全然すぐに来ていただいても喜びますので逆にすでにもう行く予定だよって方も名前の後に取り調べをつけてくださってたら全然できるので、いつでもどこでもお待ちしてます。皆さん仲良くなりましょうちょっと違う気がする、仲良くなりやすくなりましょうとか言ったらなんか変ですけど、よろしくお願いします。以上です。今日のキュートの話はおしまーいいけるかな、大丈夫かな。一回まあ改めてちょっと X に書き出すので、それでまたなんかちゃうこと言ってるなって思ったら教えてください。多分結構そういうの間違える人なんでちゃうことはちゃうってぜひ教えてください。以上です。ありがとうございました。ランキング発表します。13位ライフさん、ありがとうございます。12位ウッシーさん、ありがとうございます。11位サトくんさん、ありがとうございます。10位オッサンズサムさん、ありがとうございます。9位ガチのズリさん、ありがとうございます。8位ヨッシーさん、ありがとうございます。7位ソラトさん、ありがとうございます。6位佐藤さん、ありがとうございます。5位加藤オーナーさん、ありがとうございます。4位ヤスジさん、ありがとうございます。3位ユウさん、ありがとうございます。2位シロクマさん、ありがとうございます。1位が1つ2つ3つさんです、ありがとうございます。スペシャルギフトを送ってくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい